はい、皆さんこんにちは、ついのぞみです。今日は短い時間ですけど楽しんで帰ってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。高橋愛です。今日はミティアオーガニックの素晴らしさを皆さんにお伝えできるよう頑張ります。よろしくお願いします。アンジュルムの上國萌です。私も同様ミティアオーガニックの盛り上げていけるように頑張りたいと思います。お願いします。上子も愛ちゃんも150だいたい3ぐらいなんですよ。そうですね。だからこのミティアが入ってミニモニカラって感じ。そう、すごい思ったんですよね。メガに入れて、はい、価格帯もすごく手軽な、価格帯で買えるので、マイクが大丈夫ですかね、はい、いやもうほんと固定概念をいい意味で崩してくれるというか、はい、この廊下、すいません、いけます、すいません、はい、まあ、すいません、お借りしました。なんかこう老化していくとどうしてもシワが増えちゃうとかっていうことも、そうじゃないんだよとか、あ、そっか、そういうふうに思い込んでるんだとか、そういう植物がある、そういう植物使ってくれてるとか、あ、なるほど、学ぶことが多かった。学ぶことしかないです、さっきの短いプレゼンテーションでしたけど、はい、その中でも学ぶことたくさんありましたよね。すごいたくさんありました。そうですね、ありがとうございます。それではですね、ここから私だけミティア、もっとミティア、ウキウキしちゃうわ、チュ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 絶好調、やっぱイケてるわ、大大大好き大好き、チュチュチュルチュ、うまっ、アイドルって思いました。なんか私も見てのんちゃんに憧れて、その見て入ってるから、そのモーニング娘。に憧れて、その時のフラッシュバックというか、23年ぐらい前なんですけど、やだ、ね、なんか見てた時ののんちゃんだみたいな感動がありました。高橋さんもね、すごい可愛い。ありがとうございます。でもなんか違うんですよね、のんちゃんやると。なんか画面のこうウィンクするところとか、あーもうみたいな、すごい、ぜひ見てください、TikTok。 見てみてください。そのままお願いいたします。そのままお願いいたします。